時間は最も乏しい資源であり、それが管理できなければ他の何事も管理することはできない。未来を語る前に、今の現実を知らなければならない。現実からしかスタートできないからである。仕事を生産的なものにするには、成果すなわち仕事のアウトプットを中心に考えなければならない。技能、情報、知識は道具に過ぎない。21世紀に重要視される唯一のスキルは、新しいものを学ぶスキルである。それ以外は全て時間とともに廃れていく。多くの人が話し上手だから人との関係は得意だと思っている。対人関係のポイントが聞く力にあることを知らない。自分が得意だと思っていることに溺れるな。物事の本質を鋭く考察する心を持て。変化はコントロールできない。できることはその先頭に立つことだけである。企業は何よりもアイデアであり、アイデアを生むことができるのは個々の人間だけである。意思決定における第一の原則は、意見の対立を見ないときには決定を行わないことである。真のマーケティングは、顧客から出発する。すなわち人間、現実、欲求、価値から出発する。現実が主人である。カリスマの公約、プログラム、思想に対し現実の方が膝を屈することはない。経営者と知識労働者にとっての唯一のツールは情報である。企業経営のエッセンスは、何かに卓越することと決断することである。最も重要なことから始めよう。
企業の目的と使命を定義するとき、出発点は一つしかない。顧客である。革新とは、単なる方法ではなくて、新しい世界観を意味する。経営者が第一になすべき、また絶えず行うべき職責は、現存の資源を用いて最高の成果を上げることである。忙しい人たちが、辞めても問題ないことをいかに多くしているかは驚くほどである。なすべきことは、自分自身、自らの組織、他の組織に何ら貢献しない仕事に対しては、ノーということである。知識労働者がすべて同質のものだなどと考えたら、大間違いである。問題の分析によって解決案が一つしか見つからなければ、その解決案は、先入観に理屈をつけたに過ぎないものと疑うべきである。今回は、現代経営学マネジメントの発明者と称されるピーター・ドラッカーの名言をご紹介させていただきました。